Hey guys, it's me, Belle. さて、今日は久しぶりのハッシュタグ、教えてベルちゃんをやりたいと思います。今回はインスタのストーリーでみんなに質問を募集しました。その中からどんどん答えていきたいと思います。それでは早速、Let's get started! 質問じゃないですが、思いっきりぶりっ子で教えてベルちゃん始まるよと言ってほしい。教えてベルちゃん。教えてベルちゃん始まるよ。ハーフですか？祖先どこまでたどっても日本人しかいない日本人です。ディズニー行くんだけど、ランドとシーどっちがいいと思う？待ってね、どっちがいいかなんか選べはい、私次 C 行こうと思ってるから C がいいと思う。ちなみに C に行ったらフォートレスエクスプロレーションに行って冒険してみてほしい。全く別な世界に迷い込んだようです。すっごく楽しいから。身長は何センチですか？164センチ。太ってた時期ありますか？あるで。ほい。これはね、高校2年生ですね。パンパンだね。アンパンマン実写化したら私だね。これちょっと色が黒いから焦げパンマンやな。人生楽しむコツはありますか？今を楽しむことを忘れないことかな。未来のために今頑張ることはすごく大事なんだけど、今を忘れちゃったら本末転倒だって。私たちはいつまでたっても今しか生きられないからね。今自分は幸せか、今楽しんでるかな、今大事にしてるかなって考えることかな。最近の毎日メイクで使ってるファンデーションはいつも見て元気もらってます。よかった。最近はこちらですね、24H コスメっていうのかな、そちらのミネラルスティックファンデ2番のライト、これをねピーピーって顔にのせて水を含んだスポンジでなじませる。美肌の秘訣は食生活、これすごく大事。私最近毎晩ポテトチップスを食べていたんです。ポテトチップスとグミとラムネとビーフジャーキーとアイスと。そしたらここら辺にボツボツができちゃって、やっぱ食事大事ね。だから私は昨日からポテトチップスを食べてない。今日もね食べない。アイスだけにする。あとは丁寧に化粧水を肌になじませること。ゴシ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 とかプップッアイウェリーじゃなくて、じんわりとなじめ、染み込め、浸透、よしいぞって思いながら、鏡を見ながらやると浸透していくから。ベルちゃんにとって大切なものは家族。緊張したら声が震えるんだけど、対処法ないかな。ベルちゃんの声みたいになりたい私も緊張すると声がこうって詰まったりとか、逆にベローンって裏返ったりとかするから、やだよね。私が最近やるのは深呼吸をすること。気持ちがさ、焦ったりとか緊張してくるとさ、こう上に上がってきちゃうんだよね、重心が。なんかってなったところを一回手を落ち着けて、こう空気を流すとだいぶ良くなる。詰まりもひっくり返りも、あと声の震えも。やってみて。一回深呼吸で空気を流す。イースター、夏祭り、ハロウィン、クリスマス、どれが一番？ Of course, Christmas！ いや、ハロウィンとすごくいい勝負なんだけど、No, Christmas. Christmas！ ベルちゃんは何歳までサンタさん信じてた？今でも信じてる。どうやってスタイル維持してるの？体作りだね。筋トレとか、あとは有酸素運動、ウォーキング、私はウォーキングするんだけど、あとストレッチとか、あとマッサージとか、こうパーツを見ていって、あ、私ここ気になるから、じゃあここの筋トレをチューブでこうやってやろうとか、お尻から太ももにかけてのこのなんかぽっこりが嫌だから、足をこうやって横に上げる運動しようとか、結構部分的なアプローチとかもしてるかも。今一番見たい映画は何ですか？ベノム。どうして日本にいたのに英語がペラペラなんですか？もうね、まだ全然ペラペラじゃないんだけど、毎日勉強して毎日発音の練習をするようにしてます。ここ 5,6 年はもうずっとそうかな。ネイティブになりたい。最近おすすめの映画は Oh my god! Oh my god! 50回目のファーストキスってあるじゃない。もともと洋画のその原作があって、それがすごく大好きで、で邦画版も出たから、それをすぐ映画館に見に行って、もうね想像を超えてきたの。本当に面白いし、長澤まさみさんがとにかく可愛いし、すっごく笑うの。本当に面白いの。佐藤二朗さんが最高だね。ムロツヨシさんもいいね。でですよ、それがその Amazon プライムとかでレンタルになるのをずっと私は待ってたので、11月に入ってからかな、解禁されたのレンタルが。昨日それに気づきまして、で今夜見るの、この後決めてるの、すっごい楽しみ。もうまたあれが見れるかと思うともうね、もう笑う準備万端。ベルちゃん大好き、私も大好き。ベルちゃんのストレス解消法が知りたい。一人映画だな。でレイトショーで行く、レイトショーで映画館に行っておっきいポップコーン買って、ペプシーゼロ、まあ一応ね気使って、ちょっとだけ気使ってペプシーゼロにして、もうこうやってジューハワハワって食べながら映画を見ると最高です。今もアーロン・トベイト好き、大好き、もう本当に最高よね。知らない人のために、アーロン・トベイトはアメリカの俳優さんで、もともとブロードウェイで活躍してた人なのね。でそこからレミゼラブルの映画版に出たりとか、あとグリースライブ、あ、すごいよかったあれ。あとゴシップガールにも出てて、トリップっていう役で出てるんだけど、もうね歌声がたまらんのよ。ちなみに私最近めちゃめちゃ見てる動画があって、ウィキッドっていうミュージカルあるでしょ、あの中でポピュラーっていう曲があるんだけど、そのポピュラーをアーロン・トベトがカバーしてるの。それが本当によくって、もう最近ずーっと見てんの。見て見て、本当にいいから、本当にいいから、特にミュージカルが好きな人見てください。見ましょう。高校の時やってた勉強法、一夜漬け。スタバのホットココアの食レポをどうぞ。321はい。甘すぎないけどちょっと甘い、そんな感じだから、サンドイッチにもあっちゃったりして、何でもあっちゃったりして、乾杯。寒い日に何したくなる？ほっこりするタートルネックのセーター着て、ちゃんとネイルもして、ニット帽とかかぶって、スタバに行ってお持ち帰りであったかい飲み物を買いまして、ちょっと広めの公園にお散歩に行く。あー最高。今月ピアノのステージがあります。うまくいく魔法のおまじないを教えてください。ルカ。あ、ルカちゃん。人差し指を当てて深呼吸して、そしてミラクルサーブとつぶやく。これはねいつも私がやってる方法なんだけど、すごい落ち着くよ。頑張って。彼女をメロメロにさせるにはどうしたらいいかな。お、これはじゃあ彼氏さんからの質問だね。小さなサプライズをたくさんしてあげてほしい。例えばね、デートの時にお花一輪だけでも、待ち合わせの時に「はい」って渡してあげると、もう「はぁ」ってなっちゃうと思う。今私想像したらすごいキュンとしたもん。本当にちっちゃなものでいいの。あとなんだろうな、彼女さんが好きな、例えばチョコのお菓子をメッセージ付きでさっとちょっとカバンの中に忍ばせておくとかで、帰ってからカバン開けた時に「ああ見つけて、ああ」ってなるでしょ。なんかね、その心遣いが嬉しいんだよね。だからちっちゃなサプライズを日常にパラパラパラっと散りばめてあげてください。きっとメロメロになっちゃうはず。周りに圧倒されて自信をなくした時どうしますか？ちなみにダンスでなのですが、もうねこれはね一つしかない。自分と周りを比べないこと。もうね比べても本当に何の意味もないからって私にも言いたい。私もやっちゃうから。比べるのは自分自身だけ。昨日の自分、1年前の自分とか未来の自分とか、もう常に自分とだけの戦いでいいと思う。周りは見ない。大丈夫、自分だけ見てれば大丈夫だから。いじられキャラが悪化してきて最近辛いです。どうしたら乗り越えられますか？それ辛いね。私もね学生時代に経験したことあってね、嫌だった。ベストはね、もうそれを言っちゃう。なんかもう度を超えたいじりが来た時に、それさすがに傷つくなーみたいな、なんかこうシリアスな感じっていうよりは、なんかそれ言っちゃうみたいな、なんかそんな感じでね伝えられるといいんだがな。気持ちはすごいわかるよ。嫌だよね。ベルちゃん入門編として、今まで作ったビデオの中で一番自分を象徴しているものを教えてベルちゃん。美女と野獣の朝の風景をカバーした動画がありまして、これ私は歌うことと、そして演じることが大好きで、特にこういろんなキャラクターになりきるのがもうすっごく好きなのね。このビデオではそれを思う存分やってるから見てみて。周りがいい人だらけで幸せだけど、その分私の心の醜さが辛い。どうしたらもっと綺麗な心になれますか？でもそれを感じてる時点で多分あなたの心は醜くないと思う。本当に醜かったらその葛藤が生まれないもん。逆にね、多分すごく繊細だと思うし、人の心を見れる人だし、自分の心とも向き合うことができる人だと思うから、大丈夫、自信持った方がいい。でさ、人間誰しもさ、やだなこの醜い自分って思うとこ絶対あると思うの。誰でも、私でもある。こんな風に思いたくないのになんかこんな風に思っちゃうなみたいな。でもそれと戦っていくのがもう人間の定めだと思うし、こんな風にこう葛藤できる素敵な心があるんだったら大丈夫だよ。全然本当に自信持って、早口言葉を10連続に値する難しい早口言葉を言いたいと思います。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけました。きてベルちゃんは留学したことある？ない。したい。ベルちゃんの今現在の夢を教えて。私の夢はですね、最高にへんてこでワクワクする自分のエンターテインメントショーを作って、それで世界を回ることなんですけれども、まず今は舞台をやりたい。舞台を作りたい。ディズニーだったりミスター・ビーンだったりチャーリー・チャップリンだったりとか、そういう私が好きな世界観が詰まってて、でも私のオリジナルの粉がかかっていて、とにかくね、見た人がもうとんでもなくワクワクして、そして笑えて楽しくなれる、そんな舞台を作ることが今の私の夢だし、今その脚本を実は書いてる。 OK! ということで以上、教えてベルちゃんエピソード 3? 3回目かなでした。全部見切れないぐらいみんなたくさんの質問をくれて、いい子しかいないの、もうみんな素敵な言葉たくさんかけてくれて、本当に質問見てるだけで幸せな気持ちになりました。全然答えられてない質問がいっぱいあるから、また教えてベルちゃんやりましょう。その時にはたくさん質問をちょうだいね。そしてみんな、クリスマスが始まりましたね。ハロウィンに引き続きクリスマスの動画もたくさんアップしていこうと思ってるから、みんな楽しみにしててね。タイトルは Very Merry Christmas かな。 Very は Very じゃなくて、ベルに Y つけて Very、 私の名前ね。 Very Merry Christmas。 OK、 それではまた次のビデオでお会いしましょう。I will see you in my next video. Bye! 最近オレンジ色のメイクにとってもハマってしまって、このメイクしか毎日してない。これ紹介しますか？どうしますか？紹介してほしい人はコメントで教えてね。これは私のお気に入りのファブリーズでございます。お部屋がいい匂いになってください。